ました。次週木曽散歩のお時間です。この企画は次週に加盟されている皆さんの魅力をグッと深掘りして皆さんにお伝えしていく、そんな内容のチャンネルとなっております。さあ前回に続きまして今回も、素敵なお客様をご紹介したいと思います。株式会社高崎伝説代表取締役でいらっしゃいます松井秀智さんでございます。松井さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあということで、まあ、前回は松井さんの人となりというのを、まあ、とにかく平凡という言葉を乱発しながらご紹介されてましたけども今回はですねちょいと真面目な内容も含めて、はい、高崎伝説さんの魅力にね、スポットを当てていきたいと思うんですけども、はい、まずは高崎伝説さんの事業内容というのを簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、新築改修交換庁、全ての電気と名の付くものがですね、基本的に携わらせていただいて、まあ、新築はマンション、保育園、で改修工事、オフィスビルとか商業施設ですね、で交換庁については保育園の点検だったりとか、で変わったところではうちの先代の会長がやってる小笠原の改修工事ですとか、そういったところも携わらせてもらってやってますね。まあ今こうやって実際に今日はね高島平のオフィスのこうお借りして撮影してるわけなんですけども、こうやって電気がつくことだって実は当たり前じゃなくて、こういった工事というのも まずベースに当然やられてるし、非常に幅広く、幅広いですね。はい、ベースは伝説とおっしゃるだけあって電気工事、ただもう今はリノベーションだったり、まあ、インフラ設備、消防設備、いろんな事業に今ね取り組んでらっしゃるということなんですね。で、まあ、先ほどご説明でもありました通り、まあ今2代目という形で、まあ、社長の方を務めてらっしゃるということなんですが、会社の方の歴史でいうと、1973年に先代が個人事業主として創業ということですね。はい、その頃のご記憶ってもう当然生まれる前ですからないと思うんですけれども、はい、高崎伝説のことがなんとなく記憶でとどまってる時期ってどれぐらいの頃ですか。どれぐらいだろうな。でも父親に連れられて会社に遊び行ったことはありましたね。その時従業員の方がもう3人4人ぐらいいらっしゃったと思うんですけ ど、 なるほど。まあ言ってもバブルの走りの頃から、ちょうどバブルの時期をうちの先代は過ごしたので、まあ、時代としては良かったんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そこからまあいろんな時代を迎えるということにもなってくると思うんですけども、松井社長が2代目をお継ぎになるのはいつの話なんですか。今5期目なんで5年前に継がせていただきました。ということなので2016年かなっていうことですね。まあね、前回のお話でも後を継ぐということに関してね、まあ、どういうお気持ちだったかっていうところもお話しいただきましたけども、まあ、もうある種腹くくってという感じで、そうですね、もう今お勤めてらっしゃるということだと思うんですけども、はい、まあ、1980年に法人化ということで、はい、経営理念、技術力と創造力で未来を開く、はい、これはどういったお気持ちをこの経営理念に託してらっしゃるんでしょうか。ちょっと社員教育の一環としてもそうなんですけど、やっぱりこのアイデアを持って仕事してほしいっていうところがありまして、まあ、実は僕リーマンショックの時にまではずっと新築の工事を会社としてやらせてもらったんですけど、リーマンショックで新築工事がこう激減した時に改修工事をやり始めなきゃいかんと言った時にですね、やっぱなかなか今日すぐ入らせてもらえなくて、お仕事もらえなくて、何のお仕事もらえたかというと、やっぱこう他の電気屋さんが嫌がる仕事、予算がない仕事だったり手間がかかる仕事だったりところをちょっとやってみてよという中で、その時にやっぱりこうアイデア次第でお客さんに低予算で仕事ができたりだとか、諦めた工事ができるようになったりとか、そういったものを肌で実感した時にアイデア次第でやっぱりどん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 業種も広がっていくし、お客さんにとっても喜んでもらえるし、僕らも技術を蓄えられるしっていうところで、そこがすごく一番大事かなっていうのを感じたところですよね。なんかやっぱリーマンショック含めてやっぱ景気に非常に左右されやすい業種ではあるじゃないですか。でそこをピンチと捉えずに、逆にだからこそ困ってるお客様のご希望を叶えて差し上げるという発想の切り替えということですね。でその発想の切り替えの源になるのが、まあ、今経営理念であったその技術力、そして創造力、そうですね、この2つにかかってくるということですね。
高崎伝説のここだけは自信がある、ここだけは他に負けないっていう、なんかこうセールスポイントを皆さんにご紹介いただきたいんですけど、はい、まずはやはり僕らの会社ではですね、ベテランの社員の方がいらしてくれてて、はい、彼らの技術力っていうのはやっぱりこうお客様からも認めていただいてるし、うん、喜んでもらえてるところなので、そこはもうベースにあるものと自負しています。はいはい、それプラス僕たち内社元下の世代たちの、今あるアイデア、想像力、そういったものを融合させてですね、いいものを作れてるんではないかなと。まあこの業種ってやっぱりその職人さんの力量っていうのが非常に大事になってくる業種だと思うんですけども、はい、ただその職人さんの力量ってやっぱり経験稼げないと身につかないものじゃないですか。そこを新しい人材をそこに継いでいくといいますかね、続いていくっていうのはとても大変なことになりますよね。そうですね、うん、その人材育成といいますか、そのあたりっていうのは、まあ、今社長というお立場でどのようにお考えになってしますか。そもそも僕自身も次の世代への橋渡しの、まあ、リレーフだとしか思ってなくてですね、僕の会社だとはなかなかこう考えてなくて、うん、今ある会社技術、その雇用ですとか技術ですとか、うん、そういったものを次の世代に橋渡しするのが僕の役割かなという考えているところがあってですね、うち、ん、の社員についてももちろんそうで、うん、次世代に活躍できる通用する世代っていうのを育てていくってところに今すごく力を入れてやっていきたいなというふうには考えています。まあ本当にその技術の部分だけじゃなくて人間形成の部分というのもとても大事になってくると思うんですよね。でまあ今後のテーマとして、まあ、その会社の中での皆さんへの人間形成という部分にも非常に今注力されてるというお話も伺ってるんですけど、はい、具体的にどういった形で今そのあたりを進めてらっしゃるんでしょうか。まあ、そんな大事な話じゃないんですけど、例えば仕事以外のプライベートでも活躍ができるようになってほしいなっていう意味で、うん、例えば旅行の企画だったりですとか、はいはい、社員教育のレクリエーションの企画であったりとか、うん、家庭であったり地元の友達の中でもこう割とこう活躍できる経験則を持って活躍できるようになってほしいなっていう意味を込めて、レクリエーションの部分、あとはまあ、うん、会社 その作業着ですとか、うん、そういったところの決定権を持たせてですね、うん、決断できる人材になってほしいなっていうのを込めて教育してみてです。そうか、まあ、そういう、まあ、例えばその周りの人たちをしっかり統率する力とかっていうのは、そうですね、プライベートも仕事も関係なく、うん、個人の能力として身につけば仕事にも当然そこがなんか反映されていくしっていうことで、おっしゃるとおりですね、そのやっぱりレクリエーションとか違うジャンルででも学ぶことはいっぱいあるということなんですね。いやでもなんかね、どうしても目の前の仕事になんかこう意識が行きがちなんですけども、ちょっとこう長いスパンでやっぱ人のこう育成を考えていくっていうのは社長のお立場だからこそ重要なことですね、と思いますね。なかなかできてないですけどね、まだね、これから少し時間かけて育ててほしいなというか思います。なるほど。あとまあその他社に負けない部分っていうことでいうと、まあ、先ほどもおっしゃってたその知識を増やしていく経験則という部分も強くあると思うんですけども、そのあたりこう更新の指導については何かこう意識してやられてることって何かありますか。まあ、新築工事は大体やることが決まってて、まあ、技術は日進月歩進んでいくのでそこについていくっていう形でこう仕事を日々やってるんですけど、改修工事については日々違う仕事、うん、日々違う案件、うん、毎回同じ案件でないような感じなので、うん、常にこう勉強しながらですね、うん、で、施工検討を開きながら、こういう時はこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう、いろんなところでアイデアを出し合いながら、うん、一つのものを作っていくってことはやっていきたいなというふうに思ってますね。皆さんがそれぞれ持ってる財産というのをお互いに持ち合うことで、みんなのレベルが上がっていくっていうことですね。まあ、ということで、ね、もう今後のことも見据えて今ね順調に、まあ、事業の方も進められてるかと思うんですけども、ここまで振り返るといろいろ大変なこともあったんじゃないですか。ありました。まあ、僕個人で言えば、はい、高崎伝説入社して2年目ぐらいの時に、新築の現場を任されてたんですけど、竣工の2ヶ月ぐらい前にちょっと大病を患いまして、1ヶ月半ぐらい入院をして、はい、1時間手術を受けて、結構大変な思いをしたんですね。その時に死生観というか人生観が少し変わって今に至るんですけど、まあその
時の経験があったからね、割とこう僕結構社員に対してはこう厳しい。では何かっていうとこう時間がないよと、寿命っていつあるか分かんないよ、はい、ちょっと深いとこ言っちゃうんですけど、分かります。それを考えると今一瞬一瞬のこの書いてる爪をね大事に精度高めてやっていく明日はないよと、っていうところのこう厳しさっていうのは割とこう強要というか出ちゃってる気がしてですね、そこはなんかちょっと自分でもこう今締めなきゃいけないなと思うんですけど、仕事で大変だったことにつながるかちょっと分かんないですけど、ああでもまあ実際に健康あってこその仕事だと思いますので ね、 そ う、 でね、まあ、そういう意味では入社してまだまだ血気盛んな頃に体調を患われたというのは大変な、ね、多分思い出だと思うんですけどね、まあだからその時思ったのはやっぱ仕事を一番に考える必要ないよと僕は若い子たちは思うんですよ。おそれ今の考えとして、今の考えとして、はい、オンリーワンじゃないよと、うん、仕事だけの人生は良くないと、うん、僕もさっき言ったように早く引退して引退したいのも一つですし、話は変わってくる気がしますけど、だから一番人生で生活の中で大事なことの一つではあるけれども、うん、それだけで生きちゃったらダメだよ。そうですね、そのために体壊すなんて本末転倒なので、うん、そこはちょっとね気をつけてやってもらいたいなと思いながらもなかなか休みが取れないという状況もあって、なんかそこ今すごくジレンマというか僕の中でね。そうですね、もちろんその年を重ねるごとにだんだんねやっぱり体力的なこの衰えもあるでしょうしね、まあ、そこをちょっとこ う、 うまくバランス取りながらやっていくっていうのは、まあ、ご自身のテーマとしては一つあるかなという感じですね、はい、逆にここまで、まあ、この社長業として今5年目ぐらいですかね、はい、この人と出会えてよかったみたいなのが何かあったらお伺いしたいんですが、あそういう方はねたくさんいて、やっぱお世話になった人は本当に数知れずいますね、一番最初僕は新築の現場でお世話になった所長さんもすごくお世話になった方ですし、あとはそのリーマンショックの時の改修工事の橋渡しをしてくれた方が僕の同い年なんですけど、その方のおかげで多分今開けてる状況っていうのがあるので、その方には本当に感謝しても作れない、あとうちの社員もそうですし、あと職人さんたちですよね、でその家族、割とこう休みがない中でみんな社員も職員さんも働いてる中で、やっぱ家族奥さんの協力なんかがないとなかなかね難しいところもあると思うんで、言いたいことは山ほどあるんでしょうけど、そのバランスは難しいですね、それぞれ人それぞれの考え方もあるでしょうしね、なかなかね感謝の言葉を直接言う機会はないですけど、本当に感謝してますね、まあ、やっぱりそうやってやっぱり会社一人身一人で生きていけるわけじゃないので、周りの方々の支えでという感謝のお気持ちを常に持って今もね、社長業をずっと、邁進されているということだと思います。まあ、あと今回ですね、その GCU 基礎散歩という、まあ、企画なので、まあ、GCU に入られたきっかけというのもちょっとお伺いできたらと思うんですけども、はい、恵泉地の木口社長という方とだいぶ懇意していただいてて、はい、でその方として、まあ、中村社長を紹介していただいて、はい、中村建設の中村社長を紹介していただいて、まあ、そこからのお付き合いになるんですけど、まあ、こんな人いいんだなみたいな40歳ぐらいでも出会えたと思うんですけど、はいはい、今までこうあった中で一人もこの人いなかったなっていう中村社長に惹かれて、はい、ちょっとじゃあ僕も少しお世話になろうかなと思ったのが、まあ、GCU に入るきっかけでしたね。本当に GCU の社長さん、私もまだ企画始まって間がないんですけども、こんなにもいろんな人がいるんだっていういろんな種類の人間と出会える企画だなみたいな、面白いですね。まあ中村理事長もそうですし、木口社長も同じく、そうですね、はい、まあね、今コロナの状況もあってなかなかこう意のままにならない部分も多々あるとは思いますけれども、はい、もう長いスパンでこう事業を考えてらっしゃるその松井社長のお考えというのを皆さんも共鳴されていると思いますので、はいはい、今後ともご活躍のご心より願っております、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。